えー、今日は令和3年、えー、JA 京菜全国小中学生書道コンクール半紙の部小学6年生の課題、えー、四季の花を描きたいと思います。と4文字の作品なので半紙、えー、4等分に折らせていただきました。 はい、えー、ではポイント説明の方をしていきたいと思います。はい、えー、最初に半紙、えー、縦と横折らせていただいているので、線を引っ張っておきます。 えー、小学6年生の課題ですね、えー、と最初この課題を見た時なんとなくあ6年生なのに結構そんなに難しくないんだなっていうふうにあの思ったんですが実際書いてみると、あのー、基本がちゃんとできてるのかなっていうのをなんか試されてるような,なんかそういった課題なんじゃないかなっていうふうに思いました。 のうちにこう書写書道の基本というのをしっかり身につけるわけなのでそういった集大成にもなりますのでそういった意味でもこうきちんとしたあの基本的なことがきちんとできているかっていうのがすごく重要になるのかなっていうふうにちょっとあのこちら書かせていただいて思いました。はい、でこの半分のこのまたこの半分をまたちょっと線を引いておきたいと思います。 あたりですかね？で、これの半分がだいたいこの辺りですかね。はい、えー、筆が、えー、紙についた時ですね。筆が紙についた時の筆の先の方向は必ず。左斜め4。5度の方向を必ず向けた状態で筆は下ろしましょう。 これ「4」という字12345角の漢字ですがすごくあの単純な、えー、単調な、えー、字ではあるんですが本当にあの一線一線をどう書くかであの本当「たかが4」「されど4」じゃないですがすごくあの、えー、線の方向だったりとか太さだったり強弱によって本当に素敵な豊かな「4」にもなるし あ、ちょっと平坦な4にもなるのですごくこの4っていうのは難しいなというふうに思いますで、ここ縦が2本ありますねこれは少し中に入れましょうこれまっすぐと下に下ろしてしまうと真四角の字になってしまいますねなので少し中に入れてあげた方が、えー、かっこいいかなと思います少し中に入れますで、ここ押さえて横こうやって縦線と横線ぶつかって、えー、横線の時の紙質の筆の先が見えない 重なってしまって見えないですがそれでもきちんとしたルールは守って腕の先の方向気をつけましょうで横にグッと引っ張りますねで点節しっかり押さえましょうしっかり押さえますで中に入れますねここ決めてあげましょうでここ、えー、この2角ではあるんですがこの左払いもすごく大事ですね短い左払いなので押さえてシュッとやってしまいがちですがシュッとできてしまいますが 最後まで、ゆっくりと丁寧に払ってあげましょう。で、こう来たのが、空中でこうつながって、大げさに言うと、こう来たのが、こういう風に入る。こう来たのが、ここに、最終的にはここに筆がつくんですが、こう来たのが、こう、ちょっと穂先が見えるように斜めにしますね。 こう来たのがこう来てこの辺ぐらいからスーッと入るっていう筆の使い方をしてあげると、えー、すごくこう字脈が、えー、実際見えないですが筆の動きというのをすごく見てる側に感じ,る感じさせることができるのですごく流れにすごく自然な流れに乗った筆使いをしてるなっていうふうに感じ取ることができるのでもしできるのであればちょっとチャレンジとして もうできる子はも,うもちろんそういうふうにしてください。でも、まだ、あそういうのちょっとできるかな。ちょっとやってみようかなってもし思われたら、ちょっと試しにやってみてください。こう、来たのが、いきなりポンと押さえるのでも、全然間違いではないです。それができたら次のステップ。こう、来たのが、こっから、こう入って、徐々,徐々に徐々に徐々にこう入っていく。そして、 こういくっていうこういう筆の流れっていうのも、ちょっとやあのチャレンジしてもいいのではないかなと思います。で横ですね。で、この4はこことここ少し出ます。ピタッとくっつけません。少し出してあげることでこうこう苦しくない。あの、ちょっとゆとりのあるえー、4という字に見えますので、ここ少し出してあげるようにしましょう。で、この、えー、この中心線から左右がちょっとここでね。 こここことここが分かれるいいう感じです、ねはい、次木ですすねねは次木、えー、この左払いは、えー、あまりこう縦に書いてしまうとこれで、えー、場所を取ってしまうのでこの下にたくさん書かなきゃいけないですよね子どものコマで書かなきゃいけないのでこれで場所を取ってしまうとこの横線も下に下がっちゃうで縦も自然と下がっちゃう。 どん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 下の方に下がってしまって「こ」という字を書くスペースがなくなってしまって上が大きくて下が「こ」という字がちょっと平べったい、えー、字になってしまってちょっとバランスがあまり良くない字になってしまいますねなので押さえて左払い、えー、できるだけ、えーここえー、左の方に下に払うのではなくできるだけ、えー、角度をあまりつけずに払ってあげて るといいなと思います。そうすることで下を書いてあげる、えー、スペースを確保できるので、えー、次の線はどこに書くかという思いやりを持った、えー、左払いを書いてあげてほしいなと思います。でここれは横にぐっと引っ張りますね。で縦が来てこのクロスのところからこのクロスのところから押さえて左にぐっと払います。でやはりここもこう来てこう来て。 こういう払いでも全然間違いではないです。間違いではないです。でもその次のステップとしてもしできるのであればもうご自身のリズムもうそろそろできてもいい頃ですのでこう払ったらこう入るという気持ちで筆を動かしてあげるととても字脈が美しい。えー こことこうきてこっちをスッと払ってしまってこの先が、えー、筆の先が鋭くなってしまうでこっちは右払いがしっかり木両がついてたとするとちょっと、えー、右の方が木量が多いということでちょっと右に重たい字に見えてしまうのでここもしっかりと筆が残った状態墨が残った状態でゆっくりゆっくり払ってあげる。でここも ここから入りますねこう来てここも押さえたら右にスーっと牧量が残った状態で払ってあげるそうするとすごくバランスの良い,い字になりますねでこの縦線の上にこの縦線が、えー、この棒が縦角がきますで次子供の子、えー、このスペースに対して、えー だいいた半分ですかえっ、ー、と作品というのは、えー、上よりも下のスペースをちょっと広めに開けてあげると、えー、とても見た時のバランスがいいんですねちょっとこれえっ、ー、とちょっと下がりすぎてしまったかももももう気持ち上でもよかかったかもしれないですねあとはちょっと学年のところであの名前学年名前書くときにちょっとバランスをよくしようかなというふうに思いますが、えー、このスペースのだいたい半分ぐらいのところで上を収めてあげる。あととののの半分のところので,で少しちょっと上 耳の終わるところでこう収めてあげるという感じですかね。で子という字はこう来て。きますね。で、ここは押さえていきなりぐっと丸めのではなくて、こここう来たら1回ここまで来ます。で、1回止めてあげてからぐっと押さえて跳ねてあげるとすごくかっこいい子という字ができます。もう1回だけ書いときますね。こうきます。たら！ ここで1回止めます。それからグッと持ってってあげる。ちょっと滲んでしまいました。すみません。ここのこういう書き方をするとこという字失敗があのほとんどなくなりますね。で横線グッと引っ張ってあげます。で、えー、こちら最後花という字を書かなければいけないのであまりこの横線グッと長くしてしまうとこことぶつかる可能性が出てきますね。 なので、えー、この中にちゃんと収まるように、えー、この横線は書いてあげるといいかなと思います。あと跳ねる方向ですね。この部分を余白の部分明るく出してあげたいので、あまり上に跳ねずにここ九十度ぐらい開けてあげるつもりで明るい明るく開けようという気持ちでぜひ跳ねる方向気をつけてあげてください。はい、脳は、えー、この線の上からスタートします。ぐっときてちょっと上げて。 ッとと上がってーっときます、ね、こう腕を動かして丸丸丸を書くような気持ちで書いてあげましょう。で漢字よりもちょっと小さめには書きますがでこれあの難しいのが、えー、下の2文字が、えー、書く数が多くて上がすっきりとした字なので、えー、あまり上が細くなりすぎてしまうと、えー、バランスも 下が重たい字になってしまうし、ちょっと墨の量とかもちょっと気をつけて書かなければ、えー、上下のバランスも、えー、あまり良くなく美しい感じにならないのかなっていうところもさすが6年生の課題という感じで、そこもちょっと考慮しながら書いた方がいいかなと思います。太いところ細いところぐっとこう強弱つけて緩急つけて、ぜひの腕を大きく動かして伸び伸びと書いてあげてください。で鼻。 花は、えー、左右のバランスがありますね。なのでここの頭の部分、こことここは頭の部分は揃えてあげるといいかなと思います。えっとこのこれはここよりもちょっと上がってもいいですが、えー、ここの位置は揃える形で書いてあげると、えー、仕上がった時のバランスがいいかなと思います。本当このあの花台もよくできていて、この草かんぶりの横線もこれの上に書いてあげるとちょうどぶつからないですし、いいバランスになりますね。 で縦でこういう時も筆の先の方向気をつけましょう。でこの一2画目のこの、えー、縦線の外側からこの左払いがきます。これ、えー、最後ここになお名前、えー、名前も書きたいのであまり左の方に激しくあげあの払わない方がいいですね。ちょっと縦気味に払います。で,でここも押さえてこれも、えー、さっきのこことこたこことかとこことかと同じですね。短い左払いですが。 押さえてシュッと勢いよく跳ねるあの払うのではなく丁寧に丁寧に払ってあげましょうで押さえてで上に払いますこの線が、えー、ねあのあまり長くないことでここぶつからないですねでここは、えー、ここの線も全部同じ太さではなく押さえますでぐーっときて 微妙に微妙にちょっと細くなってってダナダナダダナダダ太くなってってここで押さえて真上に向かってスッとゆっくりと払います。でその時ここここが綺麗なカーブが出るように払ってあげるとすごく素敵なね花という字になりますね。ということはここまできました押さえて上にいく時ゆっくりゆっくり払っていくわけですがここの中の部分を少し気にしながら。 上の上,上に上に上に払ってあげると綺麗なカーブがここができるかなと思いますでここの位置も大体いい同じ位置でそろあの終わるようにしてあげると、えー、どちらかが下がって見えたりどちらかが上がって見えたりせずバランスのいい作品になるかなと思います。ほんと筆使いがよーくできてて気持ちよくかけてもちょっとしたバランスちょっとした長さほんとちょっとしたことで「ああもったいないな」っていう字になってしまうので。 もうあのそれはもう何回も書いていってあこの位置からスタートしようあこのぐらい長さ長くするといいんだなっていうのが書けば書くほどあのご自身で分かってくると思いますのでその辺のバランスもえ考えながら練習の方されたらされてみてはどうかなと思います。でこの作品、えー、ちょっとやっぱり、えー、上がちょっと空きすぎてますね申し訳ありませんもう少し気持ち上がって下がもう少し空いても良かったなと思うので六、えー、年ですね。 このこういうふうに書いた場合そうするとここにあの墨が来ますのであまりこうここでちょっとバランスをとってくれるかなっていう期待を持ちたいなというふうに思います。6年と書いてで、まあ、お名前ですねここにお名前を入れるという感じですね。 で小筆というのはねあのほんとなかなかな、あのー、普段使うこともないですが本当お名前最後お名前書き終わって筆が上がる紙から離れる瞬間までもうそこまでが作品ですので学年名前も丁寧にゆっくり丁寧に、えー、気持ち込めておご自身の名前ですからね書いていただきたいなと思いますで。小筆になっても抑ええるるところは抑える 払払うう。ところは払うしっかりと、あのー、基本を守った、えー、筆使いを是非してほしいなと思いますそうすると、えー、四季の花と名前学年名前とのバランスがとても良くなるのですごく統一感のある見てても気持ちのいいい作品がが仕上がると思います。なので、あのー、普段からもね是非あの小筆の練習名前を書く練習はもう本当にもう、あのー、歯を磨くのと同じような感覚であのー。 当たり前のようにあの小筆でねあの名前学年を書く練習のをされると一番いいのではないかなと思います。はい、えー、ぜひ当、えー、あのー、小学校最後の学年の課題ということなので本当に書者の基本が身についてるかなというのが試されるような課題だと思いますのでぜひ丁寧に一画一画一画押さえるところ。 払横にグッとこうねあの腕で手首だけで描いてないか腕をグッと動かして腕が動くから、えー、筆がくっつい,てくついてくるという基本的な描き方できてるかあとは良い姿勢ですねおへそをグッと、えー、上げて背中をまっす,、えー、まっすぐしてでも描く時は少しあの前傾には多少はなりますがであと良い姿勢ですねおへそがちゃんと、えー、机と おへその間、原骨1個、ちょっと空いてるか、い,い姿勢でかけてるか正しい持ち方でかけてるかこうでもいいですし持ちやすい方ですねこうでもいいですしこうでもいいですし自分の持ちやすい方きちんとした正しい持ち方でかけてるか筆はしっかり立ててるか筆の先のはちゃんと整ってるかねほんと基本的なことが、えー、全部できているかっていうのが本当試されるようなあの四季の花という課題なのでぜひ 頑張って,書いて,みてくださいはい、えー、次回は、えー、令和3年 JA 共催全,、えー、全国小中学生書道コンクール半紙の部の中学生の課題の方を、えー、進めていきたいと思います。